皆様こんにちは、こんばんは、マーサです。はい、私と月と音楽とボリューム3ということで3回目の収録をただいま行っております。収録をしている今ですね、2023年9月の29日です。今日が満月なのでね、収録した途端編集して流しますのでぜひぜひ皆さん聞いてください。で、1回目がね自己紹介ということで新月の時にねお届けさせていただき、で2回目はね上弦の月というタイミングでね、ちょうどお月様が、新月から満月に向かっていく間、ちょうど半月ぐらいになるね、その時が上弦の月っていうんですけれども、まあ、そちらのタイミングでシンクロについて私が思ったことをね、その日起きたさまざまなシンクロを通してねちょっとお話をする回となっておりました。はい、で3回目の今日がね満月なんですけれども、今日ね何お話ししようかなっていつもずっと考えるんですけどね、なかなかこうトピックっていうのかな、思い浮かばないんですよね私ね。なんだろう、皆さんにとって有益な情報をお届けされてる番組とかもあるじゃないですか。で、そういうのと違ってっていうかな、私はもう本当に一ピアノ弾きである私の独り言ですのでね、ちょっと BGM 代わりにというか作業用 BGM みたいな感じで聞いていただければいいなと思ってるんですけれども、何せそんな感じなのでね、まあ、話題がいろいろあるっちゃあるんですよね。でもないっちゃないっていうのかな、これ例えばピアノの弾き方講座じゃないけど、なんかもしねそういう感じで番組をやってるんだったら、もう話すことは一つじゃないですか、そこに向かっていくみたいなね、なんですけれども、まあこのね私という人間にね興味を持ってくださった方が聞いて楽しむというだけのね雑談番組ですから、はい、ご容赦願ってですね、ちょっとまた今日もね聞いていただきたいなと思います。で、何を話すかがね決まらないまんまこの満月を迎えてしまったのでね、それで収録もちょっとギリギリになっちゃったんですけれども、今日はね何について話そうかなっていうと、私が初めて受けたピアノのレッスン、その先生についてちょっとねお話をしたいなって思いました。というのはね、私についてはね、まだあまり語ってきてない、ちょっとだけ自己紹介はねしたんですけれども、実は私はちょっと若い頃ね、20代の時に、最初に皆さんの言う、就職みたいなね就職みたいなそういうことをした時ですね、某音楽教室の講師として、講師ってね社員じゃないのでね就職って感じでもなかったんですけれども、働いていたんですね。で、老若男女ですよね、大手の音楽教室ですから、いろんな方がね生徒さんとしていらしていて、でそれを私が担当してくださいって言われた生徒さんをね教えるという仕事を、何年かやっていたんですけれども、自分のね生活がこういろいろこう変わっていく中で、その音楽教室の講師という仕事を辞めて、でその後いろんなことあったんですけども、先生をねちょっと辞めてから今10年くらい経つのかな、ちょっとねピアノの先生っていう仕事が果たして自分に本当に向いてるのかなみたいなことをね思ってしまったということがありまして、で今ねずっとコンスタントにピアノを教えるっていうことをしてなかったんですね。特に小さな子供に対してですねやってきてなかったんですけれども、ひょんなことでね今私またちょっと指導者に返り咲きまして、はい、パチ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 で人間いろんなことねご縁で進んでいくんだと思うんですけれども、今私ちょっと仕事として
レッスンをねさせていただいてるんですね。でそんな中でやっぱりちょっとブランクがあったこともそうですし、もともとそのブランクができた理由っていうのかな、やっぱり小さな子供に音楽を教えるっていうね、ピアノを教えるっていうことがね本当に難しいって感じてね、まあ、ある意味ちょっとこう挫折のような部分もあったんですよね。まあ、今となってみればその時は演奏の仕事をしたいということでね、前向きな感じでこうやめた気持ちはあったんですけれども、やっぱりね本当に責任の大きな仕事だなっていうのはいつも感じていました。で今ねちょっとそういう仕事をまたやることになって、今日の昼間ねオンラインでちょっと講座を受けたんですよ。まあ、ピアノの先生指導者向けの講座をね申し込んでたのがありまして、でそれを受けてね分かっていたようなこともたくさんあったんだけど、改めてその小さな子供とピアノと私みたいな私と月と音楽とみたいな、ね、感じですけれども、やっぱりそこにね関わっていく人間として襟を正す、まあ、そんな時間をねちょっといただきました。今日本当に講座を開いてくださっているね団体にも感謝感謝ですし、今日お話しくださった先生も本当素晴らしくって感激しました。はい、ということでね、私もちょっと自分のねピアノ人生を振り返ったんですよ。なので私の初めてピアノっていうことでね、その頃のことをねお話をさせていただきたいと思います。はい、でね私がピアノを始めたのはっていうかな、弾き始めたのはね本当に記憶にないぐらい小さい時なんですね。物心ついた頃っていうんですかね、記憶にはございません。はい、で私のね家に小さなオルガンがありました。で、まあ、聞くところによるとそれはいとこの家でね使わなくなったオルガンをもらってきたんだそうなんですけれども、まあ、昭和のなんていうんですか中流以下っていうか、まあ、本当にねうちの母はもう口癖のようにお金がないお金がないってそれを聞いて育った私みたいな、ちょっとね残念な部分もあるんですけれども、まあそんな家だったのでね当然ピアノを買ってもらうなんていうことはできなくって、まあでも物心ついた時から私はこの白と黒のね鍵盤が遊び相手だったんですね。で、まあ、そのオルガンっていうのは足踏みとかじゃなくてね一応電気のスイッチがついたオルガンでしたので、小さな私にもねパチンとスイッチを入れて弾くっていうことが簡単にできたわけなんですね。で、まあ、今になって思えば耳コピーとかですよね、やっぱりその聞いた音を一生懸命鍵盤の中で私探してね、で曲を弾けるようになっていくっていうね、自動的に自動的にってなんか変ですけど、とにかく私はピアノを習ってなかったんですね、まだそんな小さい頃にはね。だけどオルガンがもう大好きで大好きで大好きすぎてね、毎日毎日弾いてました。でピアノをね初めて習いに行った時のことをね、まあ、話をしたいなと思うんですけれども、そのオルガンを使って弾いた曲の中にはねどんなものがあったかっていうと、結んで開いてとかね、まずそれは本当幼稚園なんかに入る前の話ですから、まあ 2,3 歳の頃だと思うんですけれども、結んで開いてとかね、あとなんだろう、キラキラ星とか、まあ子供の頃だから童謡みたいの多かったんですけど、自分でもすごいなって思うのは森のくまさんとかね両手で弾いてましたね。本当に完全に耳コピっていうか、まあ、自分の聞いた感覚で弾いてたので、たくさんね今聞けないけど録音とかもないけど音をミスったりもしてたんじゃないかとは思うんですけどね。で、まあ、そうなったきっかけっていうか、まあ、きっかけはオルガンがあったことだけれども、私の父親がねギターを弾くんですね。でギターを弾いてはね歌を歌うっていう、そんな父親でしたのでね、私も父の傍らにね腰掛けて父が
弾くギターに合わせてね歌を歌ってました。まあ歌った歌は渋いですよね。父親が歌ってたので布施明とか歌ってましたね年齢がバレるっていうね、はい、まあ、そんな時代でしたけれども、まあ、その父親の影響があって歌を歌うことが大好きだったし音楽が大好きだったし、で、まあ、母は母でねクラシックのレコードをね毎日毎日聴くような人でした。モーツァルトの交響曲とかねショパンのピアノ曲とか、まあ、だから環境はね本当に音楽をやる人間が育つための環境は整っていたかなとは思います。ただうちの父も母もね全然音楽に関しては聴く線っていうんですかね、父はまあ歌は歌いましたけど、まあ、素人ですよね。なので英才教育とか一切なかったですね、はい。でまあ、そんな私だったんですけれども、住んでいたのがねその頃は埼玉県の浦和市というところにね住んでいたんですが、父親がね結構転勤をする人だったんですね。でその後私は、幼稚園の年長さんになる年でしたかね5歳、その時にね三重県に引っ越しをすることになったんですね。生まれて初めての引っ越しでしたその時がで三重県の津市にね引っ越しをしたんですけれども、まあそこで何だったんですかねあれはね、会社で借り上げてくれてるような団地のようなコーポラスって言ってたけどね、鉄筋の一応建物で、4階建てだったかな、1棟だけこうマンションみたいなのがねありまして、でそこに住んでたんですね。たらそこのねお隣さんのうちが305号室でね確か306号室にね3姉妹が住んでらしたんですね。で一番上の子は私の6個上かな、でその次の子がその1個下だから5個上だったので、3番目のね女の子が私の2個上だったかな、ターちゃんっていうね2個上の子がいたんですけども、まあ、そのね3姉妹がねピアノを習ってたんですね。でピアノの音が聞こえるの隣の家から、窓を開けて弾いてたりするとね本当によく聞こえてたんですよ。でね弾いてた曲が、私より6個上のお姉ちゃんなんていうのはね学校でやる合唱の伴奏の練習とかもしてたんですね。だからオーシャンジェリゼとかね、あと気球に乗ってどこまでもとかね、ああいうのの伴奏が聞こえてきたりとか、あとはバイエルの教則本の曲が聞こえてきたり、なんかねとっても心地よかったんですねピアノが聞こえて。で私はピアノを習うもんだっていうのは知らなかったんですよね。ずっと自分で独学でっていうか学んでもいないけどね適当に弾いてた子だったので、そしたらねうちの母親がそのお隣さんから情報をねもらってきたんですけれども、ピアノ習いに行くって言ってくれたんですね私に、はい、それが初めてのねピアノレッスンなんですけれども、私は習うっていうことも本当に知らなかったけど、ピアノっていうだけでね行きたいって思ったんですね。で行く行くって言ってね、で母に連れられて、あれは歩いてね子供当時のもう子供の足で5分ぐらいのところのお家だったんですけど、その先生はね、まあ、うちよりももっと小さななんかねアパートに住んでた先生なんですね。正確なね部屋数とか私わからないですけど、なんか 2K とかそのぐらいだったんじゃないかなと思いますね。本当に小さなアパートにお住まいの本当におばあちゃんでした。最初びっくりっていうか、まあ、ここでピアノなんだと思ってね、全然あれですよピアノ教室のなんていうのかなとはこういうものみたいな、そういう既成概念は全くなかったんですけれども、アパートでピアノっていうのはねなんか普通にちょっと驚きでした。でどうぞって言われて中へね招き入れられたら、小さなアパートですので、まあ、当然グランドピアノとかはないんですけど、アップライトのねタイプの黒いピアノが1台、それと
小さな本棚とちゃぶ台が1個っていう部屋に通されて、ちゃぶ台もね本当に可愛いの、直径が6、70センチしかないようなあの、ね、木の木造の本当に素敵なちゃぶ台が1個置いてあってね。でまあそこであのお一人住まいだったんですね、そのおばあちゃん先生がね。で私を部屋に通してピアノの前にちょこんと座らせてくれて、何か弾けるって言われたんですね。まあ体験レッスンみたいなもんですよね、今考えてみれば。で私はねすっごい自信を持ってね、うん弾けるって言って、何が弾ける、いろいろ弾けるって言ったんですよ。だからね先生があのびっくりしてね、そうもういろいろ弾けるのね、じゃあ先生に聞かせてって言ってくださいました。で私はねその当時だから 何が弾けたかって、森のくまさんって覚えていたのはそこで披露したのがその曲だったんですね。でしかもねちゃんとね左手の伴奏をつけてね弾いたんですよ。ドソミソドソミソとかやりながらね。そしたらもうねその時はですよその時は先生がね、この子は天才かもしれないって母に言ったそうです。はい、まあね独学でそこまでやる子もなかなかいなかったんでしょうね私はただただ大好きで弾いてただけなんですけれども、うん、まあそれが私のピアノの先生との出会いでした。でね本当に毎週金曜日に通ってたんですけど、私は金曜日が終わると早く金曜日が来ないかなっていつも思ってましたでね金曜日になるとね出かけていくんですね。で何時って決まってないんですよ、その先生の面白いのがね。金曜日の暇な時間においでっていうのね。で行くとねたまたま誰もいなければすぐレッスンしてもらえるし、誰かがレッスンしてればその人が終わるの待ってるの、そのちゃぶ台のところで本棚からね本を好きな本を取って読んでいいわよって言われて、でもねそのちゃぶ台の脇に置いてある本棚の本もまた渋くてね、日本の民話っていうね全集何冊あったんでしょうかね、あれね、なんかだいぶ分厚い本が10冊ぐらいあったかな。でそれしかないんですよで、ね、好きな本読んでてねって言われるので、まあ、いつもねこの漢字なんて読むのかなと思いながらその本をパラパラめくってた記憶はありますけれども、民話をね読みながら待ったりするんですね。で自分の時間自分の番になると、はいおいでって言われてね、で私本当にピアノ大好きだったのでね、教則本の曲を先生宿題1曲とか出すんですけど、一気にね私ね10曲とか20曲とかやっていっちゃうんですよ。でね先生はでもそれをねすごいねすごいねって言ってね、小さな赤丸をね鉛筆でつけてくれるんですね。なんか全部聞いてくれてたと思います、記憶している限りでは。だからレッスンの時間ね30分じゃなかったんじゃないかな、長いこと付き合ってくれたような気がします。でね先生すごいおばあちゃんだったからね、赤い鉛筆でちっちゃなお丸をつけてくれてね、はい合格ってやるんですけど、お友達のピアノの本をね見せてもらったら、なんか花丸とかねついててね、なんかちょっといいなって羨ましいななんて思ったこともありましたけど、なんか私のその初めてのピアノの先生っていうのがね、とにかくいいよ上手ねってそういう先生だったんですね。もちろん自分がその練習好きだったしいっぱいやっててたから上手ねって褒められたのかもしれないんだけど、なんかその時のね記憶っていうのがこう本当にあったかいんですよね。なんか今まで私がピアノをやってこれたのは最初の先生がねそういう感じの先生だったからなのかななんてちょっと思ったりしてるんですね。でなんか取り留めもなく話してますけど、最近ねだから私がその指導するっていうことに返り咲いて今頑張ってるんですけれども、なんかやっぱりさその子たちがこう大人になった時に
こうやってね語ってもらえるような、私が人生で初めて出会ったピアノの先生ってねって鬼ババアだったとかじゃなくてねあの先生がいたから今でもピアノが好きなんだとかね、そういう先生に憧れるなって最近すごいつくづく思うんですよね。私のせいでもしかしてピアノが嫌いになっちゃった子もいたかもしれないし、過去にね、まあ、何人も教えてきてるから。でもこれから先私が出会う生徒にはね、みんな なんかあの初めての先生はねってほっこりした思い出をね語ってもらえるような、そんなレッスンがしたいなって今日ね講座を受けてまた改めてねそんなことを感じたということで、はい、お話をさせていただきました。もう何分ぐらい話してるのかな、もうだいぶ長いこと話してしまいましたすみません。はい、じゃあですね、今日も私の曲を、1曲お届けしたいと思います。聞いてください。ありがとうございました。マーサで、記憶という曲です。この記憶という曲は、お腹の中の、ね、胎児っているでしょ、その胎児の胎という字に記憶の奥を書きます。
これは完全に私が考えたっていうか当て字なんですけど、胎児の記憶っていうことで記憶というねタイトルにさせていただきました。まあ音楽もそうですけどね、お腹の中にいる時の記憶っていうのはね多分人間みんな持ってるんじゃないかなと思うんですけれども、私がね小さい時のピアノの先生の記憶はあったかい記憶だなって思ってるのと同じくらい、皆さんねお母さんのお腹の中にいた時の記憶がねこういうあったかいものだといいなみたいな、そんな感じの思いで作った曲でした。はい、いつもいつも長いこと聞いてくださってありがとうございます。ちょっとだけ告知させてください。10月の6日ですね、何曜日だっけ、金曜日だったかな、千葉県柏市スタジオウーでですね夜7時半からになりますが、7時オープン7時半スタートですね、こちらで、ピアノのライブをさせていただきます。これがね私復活ライブになるんですね。ちょっとまあこのわけはまた話しますけれども、なのでいらしてください。お時間ある方、スタジオウー柏ということで検索していただけるとね情報出てますので、10月6日です。そしてこの日は、加減の月に当たりますので、次の放送ですね流す予定の日でもございます。あとですね、10月の今度は29日になりますね。あ、そうだ、10月29日もね満月なんですよね。でその日は、市原市ですね、千葉県市原市の古井戸の方になるんですけれども、そちらで、小さなサロンコンサートをねいつもさせていただいているアトリエコンセールさんというところなんですけれども、こちらでコンサートミニコンサートさせていただきます。すべて私のオリジナル曲でお届けしています。で、こちらのアトリエコンセールさんの方なんですが、10名限定のコンサートになってまして、残り残席わずかとなってますので、ぜひぜひチェックしていらしていただければいいなと思っております。はい、今ちょっと話しましたが、次回の放送は、10月6日金曜日ということで、加減の月をまたお楽しみになさってください。では今日はここまでにします。ありがとうございました。バイバイ。